皆さんこんにちは。チャンネル登録してほしい、聖吉前田です。というわけで今回は見てわかる通りラッキーブロック島をやっていきたいと思います。よし、じゃあやっていきますか。もっと入れれるようになったんだ。そうだよ、やっぱ最初は木ね。まあマイクラなら何においても木がいるからね。うん、最初からラッキーブロックを引くっていう手もあるんだけどね、さすがにリスクがありすぎるね。ちなみに今回は全てのラッキーブロックを壊したらクリアです。そうか。さて、作るのは作業台とチェストだね。さて、ではいよいよラッキーブロックを引きます。はぁ、緊張する。いけるっしょ。奥と手前だったらどっちがいいかな。そりゃ奥でしょ。わかった、せーの。あ、当たりでいいのかな。いいと思うよ。じゃあこのブロックで避難場所を作ろう。お、それはいいね。 TNT がいつ降ってくるかわからないからね。さらっと怖いこと言うなよ。ラッキーブロックってそんなものよ。経験者みたいに言うけど、何回やったことあるの。初見です。キモ。あ、バイバイ。なぜウィッチ落ちてでか。いや、でかすぎでしょ。ジャイアントゾンビだもんな。なんだこいつ、空飛んでるぞ。あと、燃やしてくるし、面倒くさいやつだな。はぁ、あなたですか。さっき燃やしてきたのは私でん。なんでここにいるの。身長縮んだ。お、弓か。これであいつを倒せるよ。ありがとう、小さい私。当たった。落とせ落とせ、頑張るわよ。よし、当たった。おお、落ちていった。そうか、天空ということを逆手に取ったか。そうだよ。お前が本当に TNT 降ってきてくさ。あー、またいじめられててくさ。ひどすぎでしょ。なんだこの状況は。もうまともにできないな。はい、済みました。ってことでワールドを作り直してきます。てか、よくメンタル壊れないな。だって、登録者数千人までもう少しだよ。頑張らなきゃ。そうかそうか、頑張れよ。前田もだよ。行く。ってことで、ラッキーブロックを配置していきます。面倒くさい作業だな。ま、あともう少しよ。では、テイク2。皆さんこんにちは。チャンネル登録してほしい。その挨拶はもういいから。ここからはちょっくら飛ばしていくわよ。まあ、ある程度は進んでいたからな。うわぁ。お、防具が出た。さっきから誰の声だよ。大丈夫かな。君が大丈夫ですか。前田、撮影中に独り言はやめてよ。おお、こりゃすんごいや。キモい、消えて、暴論で草。よし、これで、戻ってきたー。キャー、確かにキモいな。やっとだわ。戦闘お疲れ様。次はもう2体増やそう。もう勘弁してー。もうー、もうー、やだー。完全に泣いちゃった。クリーパーじゃん。さて、マグマでなら解決できるっしょ。せーの。来た来た、作戦通りだな。よし。さて、避難場所を島から離れたところに作っておけば安心だね。そうだな。では引き続きラッキーブロックを引いていきます。てかもう、めっちゃ慣れた手つきで引いてんじゃんじゃんやっちゃってるし。てかなんなら、めっちゃやり込んでるし、めっちゃ不現実行してるし、もうやばいって。泣いていい？我に返ったか。はい、私は雲と同じワールドに住みたくないです。あと私は私と戦ってませんが、あと干からびさせないでもらえます？ 3、2、1。さあ、これは果たしてどうなるんでしょうか。爆発してほしいですね。最低な実況者だな。来ました、奇跡です。やばい、逃げろー。あー、マジか、あの実況者のせいだ。あ、また TNT だ。もういいだろ、しつこいんだよ。お前は何なんだよ。あー、あ、これ済んだわ。うん、もう終わりだな。うん、よいしょっと。おい、何さらっと抜け出してんだよ。抜け出しちゃダメだった。いや別にそんなこと。うん、ダメだった。当たりー。よかったね。なぁ、なんでー。またあいつか。TNT イコール俺みてぇに思われとるよな。うん、絶対そう。また君かー。無事二人は再会できましたとさ、おしまい。終わらさせないぞ。またウィッチだ。あー、火炙りの刑かな。危な。と、止めただと、臨機応変に対応できるのか。またお前かいな。もう一刀両断して消すぞ。暴論で草。って、突っ込む立場逆じゃね？またですかいな。閉じ込められすぎてんだよな。まただ。うん、まただね。当たりだ。これは何？ただのキモいやつ。無我夢中で攻撃してくるじゃん。よし、このまま最後まで突っ走っちゃおう。百戦錬磨の聖吉ならいけるっしょ。いやー、それにしても慣れたものだね。何が？やられるのが。あ、なるほどね。あ、また臨機応変に対応できるのか？まあ、多すげー。はい。呆れちゃうね。そうだね、10分飛ばします。さて、いよいよこれがラスト。
おお、ついにここまで来たか。やっとだよ。さあ、コインを投げ入れます。当たりでした。というわけで、いかがだったでしょうか。骨が折れるほど編集して疲れてしまいましたので、編集がおろそかになってしまった部分もありましたが、ぜひチャンネル登録、高評価していただけると幸いです。それじゃあ、またね。